どうも料理研究家のだるまです。さて今回はですね、皆さん大好きなパスタ料理をご紹介したいと思います。そして今回ご紹介するパスタは豚バラ肉を使って作る和風パスタですね。和風パスタといえば結構ね、キノコを使ったりおネギを使ったりするんですけれども、今回ですね豚バラ肉を使ってがっつりした味わいに仕上げたいと思います。ただ後味はね、バターと柚子が香ってめちゃくちゃ美味しいんです。僕のパスタレシピの中でもトップ3に入るほどマチョマチョ美味しいので、ぜひお試しください。ということで今回の和風パスタで使用する材料はこちらです。せーの、ドン。パスタ、豚バラ肉、長ネギ、バーラー、そしてお塩に塩昆布、めんつゆ、柚子胡椒、ニンニクです。で、ね、材料の説明をしていきます。今回ですね、主な材料は豚バラ肉とパスタを使用します。でね、豚もも肉とかでももちろんできるんですけれども、やはりね、豚バラ肉のこの脂、この脂がですね、旨味に変わってパスタに絡んで非常に美味しくなるので、できればね、豚バラ肉ご用意ください。そして今回はね、後味に柚子が香るということで柚子胡椒を使用します。これを入れることでね、本当にね、ありえないぐらい美味しいパスタになるので、必ずね、柚子胡椒はご用意ください。そして塩昆布とめんつゆとバターも、これはね、間違いないでしょう。誰でもね、失敗することなく簡単で確実に美味しいパスタ作ることができますので、ぜひ作ってみてくださいね。ということで早速作っていき、マッチョ。そしたらまずは長ネギですね。今回ね、長ネギは斜め切りにこんな感じで切っていきます。はい、これで OK。 そしてお次、筋肉だけにニンニク。ニンニクはですね、もう今回は粗みじん切りぐっと潰してあげて、芽があれば芽を取り除きましょう。この芽が入るとオイルが非常に苦くなってしまいますのでね、ご注意ください。そしてこれも端からあとはザクザクと切るだけ。もう端から切るとほら、こんな感じで粗みじん切りにできてますからね。ニンニクの粗みじん切りは結構楽にできるんですよね。そしてお次に豚バラ肉ですね。先ほども言ったんですけれども、今回はできる限りね、脂身の多い豚バラ肉でパスタを作ります。そしてお塩は少々ですね。少々というのは親指と人差し指でつまむ量のことですね、はい、このぐらい、まあ、全体的にまんべんなくかかれば大丈夫です。今回ですね、パスタにめんつゆや塩昆布も入れるので、もう片面だけ軽く塩を振れば大丈夫ですからね。両面しっかりと塩を振ってしまうと辛いパスタになってしまいますから、はい。そして塩を振ることができたら、こちらをね、食べやすい大きさに切りましょう。お次にね、フライパンを用意してオリーブオイルですね。オリーブオイルは大さじ2杯ぐらい加えてください。あとはここに先ほど刻んだニンニク、長ネギ、そして豚バラ肉を加えたら、ごく弱火で加熱して、ニンニクと長ネギ、そして豚バラ肉の香りと旨味をしっかりと引き出していきましょう。ここをじっくりとね、時間をかけて弱火で炒めることで、オリーブオイルにニンニクの香り、長ネギの甘み、そして豚バラ肉の旨味を移すことができるんですよね。そのオイルをパスタと絡めることで非常に美味しくなるわけです。具材の香り出しをしている間に、パスタの茹で汁を沸かしていきましょう。お水ですね。そしてここにお水の 1% 濃度のお塩ですね。今回は1リットル加えているので 10g 入れております。ということで茹で汁を沸かしていきましょう。はい、ということでね、茹で汁も沸いてきましたので、パスタを茹でていきます。パスタは規定の時間より1分早く茹で上げましょう。はい、ということでね、見てください。長ネギとニンニクはね、しっかりと色づいて、豚バラ肉からもしっかりと脂が出てきました。そしたらですね、こちら一度火は消しましょう。あとはね、ここにパスタと調味料を入れて和えるだけですね。はい、ということでね、パスタも表示時間のマイナス1分の時間となりました。そしたらね、こちら火を消して、もうパスタのね、お湯はそんなに切らなくていいので、そのまま加えちゃってください。このパスタの茹で汁がね、油とお水を乳化させてとろっとしたソースに仕上がりますから、この茹で汁もね、少しは必要なわけです。ただ茹で汁を入れすぎるとソースが辛くなってしまいますので、そこだけご注意ください。そしてここにね、めんつゆ、そして塩昆布ですね。もう塩昆布、これはグルタミン酸の代表格で、めちゃくちゃ旨味が詰まってるんですよね。そして今回は豚バラ肉のイノシン酸も加わっているので、アミノ酸系であるグルタミン酸と核酸系であるイノシン酸が組み合わさって、旨味の相乗効果が発生するわけです。今回このパスタ、非常に旨味と香りが詰まったパスタです。あとはここに柚子胡椒です。この柚子胡椒の香りとバターの香り、これがね、非常に食欲そそるんですよ。そしてこれらすべて加えたら、こちらをね、しっかりと混ぜ合わせましょう。パスタをね、ぐるぐるっと混ぜてしっかりと和える。
でね、よく和えることができたらここで1本味見してみてください。味見をして味がバッチリ決まっていればもうこれで完成です。薄ければですね、茹で汁を大さじ1杯ぐらい加えてからまた和えてください。そしてね、あとはお皿に盛り付けるだけですね。はい、ということでね、和風パスタ完成しました。香りがすごいですね。ということで、いただきましょう。もうね、豚肉と長ネギ、ニンニク、バター、柚子胡椒の香りがすごいんですよ。いただきます。めっちゃうまい。やばい、うますぎます。マジで脳が揺さぶられるうまさです。すべての材料および調味料が絶妙にマッチョしております。そしてね、やはり塩昆布と豚バラ肉を入れているので、うまみの相乗効果で口に入れた瞬間にね、うまみがじゅわーっと広がってね、口の中に残るんですよね。そのためね、単調な味わいではなく、めちゃくちゃ複雑で奥深い味わいがします。やっぱりバターとめんつゆ、塩昆布の相性って抜群やな。うん、